こんにちは。よろしくお願いします。お疲れ様です。お願いします。はい。はい。自分が今、どっちにベクトルを置かなきゃいけないのかなんか分かんなくなってきちゃって。はい。ああ、なるほど。その資金的には、で考えたら、ね、お仕事頑張って、そのお金をこう、貯めるっていう方がトレードの効率が上がるので、そこの兼ね合いだと思いますね、そうですね。僕もこっちに入れるお金を増やすために今やってるっていう感覚ではあるんですけど、全然いいんじゃないですか。それでそうやっぱ、なんかマネーの効率的に言ってもお仕事、いわゆるまあ労働っていうものとその投機にかける割合ってやっぱ半々にすべきなんていうところって、僕結構あのしっくりきて、むしろ兼業でしょってやっぱ思うので、で日本人っていうのはとにかくもうなさすぎるわけで、その投機に当ててるものがもう限りなくゼロに近いっていうことで、まあ少しでもその要素を入れていくことによって、まあさんもその実感している通り、要は実生活も上手になる。そのもう本当人とのコミュニケーション一つからもう投機感覚が出てきたりして、まあ、非常に有利なこの駒の進め方ができるっていうところとかがリンクしてくると結構強いとは思うんですけど、で今のさんはやっぱり半々でいいと思うんですよね。なんかあんまり淡々とやるって結構大事な部分もやっぱあるんで、考えすぎて いちいち結構このメンタル的に分かるんですよ。僕も何回もやってるんで分かるんですけど、それっすわ。僕今いや今ぐさっときましたね。そこそう考えちゃうんですよね。はい。そう、そっか、淡々とやればいいのか。淡々とやる時期っていうか、まあありますよ。特にそれを集中した方がいい時、あの考えすぎずに。僕も20代前半そのがむしゃらやってた時とかはもう特に淡々をかなり心がけてたので、これを積み上げるっていう、その仕事にせよトレードにせよ、でもちろん先ほどお伝えした通り僕もそれを何回もやっちゃってる。だからそれがまあメンタルスキルになるわけですけど、冒頭から結構あの気が乱れてるっていうか、なんかだあこれは何がしかあったなと思ったんですけどすいません、いやすいません、いやなるほど。まあ、ちょっとリセットしてというか、まあ、この淡々とって言われるとすごい今楽になったというか、考えすぎてたんだなと思って、なんか論理的思考っていうのを自分に取り入れてから、何事も良くも悪くも考えすぎちゃうっていう癖がなんか出てきた気がしちゃって、もっとシンプルに取られればいいのになっていう局面も結構あったりして、人割りに帰った時に、だから淡々と積み上げるっていうのは結構僕にはすごい今精神安定剤みたいな言葉かもしれないですね、いやそれまさにそれ出たんで本当にその通りなんですけど、その内向型人間のその、メンタルを支えるって僕老子の話ライブでしましたね。老子が言ってるんですよ、淡々と前に進んでることを、うわっと思って僕も、だすごいこれふーってなるのと、今もうまさに説明してくれたんでもうまんまって感じなんですけど、そうなんですよ。論理的思考って突き詰めるといかれるんですよ、はい、頭が。これは経験者の人に教えてもらったんですけど、僕も進化したしそういう感じだったんで、そう、ちょっとさんも危ない感じだなって。そうそう。そう。あの、論理的思考ってできるのに越したことはないっていうか、その、要は武器として使えれば強いんですけど、それがデフォルトっていうか、なんか24時間そういう風になると頭いかれちゃうんで、で僕らって日本人ってもともと右脳なんですよ。右脳体質で、右脳にこそその能力が眠ってるのに、その明治以降の教育で左脳偏重にさせられてるっていうのがあって、だから本来僕らのその体質を解放していくにはやっぱ右脳の開発が必要で、しかもその明治以降の教育で意図的に左脳偏重にされてるから、結構意識して右脳っていうのをした方がよくて、で右脳っていうのはその論理的思考とはまた逆の脳なので、なんかそういう意味で僕もだから そういうのが入ってなるほどと思って意識してるところなんですけど、論理的思考を常にすればいいってもんでもないっていう、でじゃあ右脳を開発するってどういうことなのって言ったら、本当にそれこそ感覚とかそういうところなので、面白いこと書いてあったのが、どうすればいいのかっていうのは、端的に言うとその学校のテストの点数を取ることを諦めることって書いてあって、なるほどと思ったんですけど、要するにその何でもかんでも覚えようとか記憶しようとか、その文字の羅列で考えすぎるのも良くなくて、で特にこのトレードとかやるとき、まあ、仕事でもそうだと思うんですけど、
ここのニュアンスを結構ライブで僕も苦しんでたんですよね。要は論理性が見えないって言われて、僕もそういう感覚入ってきてるから、どう伝えようかなっていうところだったそう。だから、あ、やっぱそうなんだと思って今そう。いや、めちゃめちゃ楽になりましたよ、今。はい。なんか、心がっていうか、なんか脳みそがキューってなさった、脳みそがポッとこうなんか緩まったっていう、なんて言うんだろうな。いや、うん、もう感じました、今その反応で。そういう意味だったんです、あれ。内向型人間のメンタルを支える老子の思想って。すげえと思って、僕ももう、だからあんなに興奮して、僕、やべやべって言ってたんですけど。英語でラオツィって言うんですけど、普通にあれですよ、トレード、英語で調べてると、老子の思想をトレードに入れてるこっちの人とかいますよ、欧米の人。あ、やばいなと思って、このあたりもちょっとうまくお伝えしていきたいなと思ってるんですけど、今後トレチューブでも。そうだからそういうことなんですよね、東洋東洋って。その論理的思考っていうのもまさに近代西洋思想なので、僕ら論理じゃないんですよ、そもそもが体質的にはみんなそうなんです、もともと。だから彼らが悪いというよりはその体質で、ただそれであまりにもダミンをむさぼったのが今の日本人であって、だからこそちょっと論理的思考入れるだけですごい人生が変わったようなブレイクスルーもできるんだけど、要はできるようになってからのもうおっしゃってた通りで、そればっかになっちゃって、ここ最直近で一番落ちてた感じですよね。落ちるっていうか、もうなんか今ちょっと楽には言ってもらったらなんかなんですけど、なんていうんだ、なんかぐちゃぐちゃの中にいるっていうか、暗闇なんだけどぐちゃぐちゃだ、なんか出口が見えそうで見えない、いろんなところに出口が見えちゃうっていうか、何なんだろうな、なんかぐちゃぐちゃの中に行った感覚から今ちょっとパッとこう離れられたっていうか、はい、うん、なんかそういう感覚にはなってて、でなんか一番なんかこの直近で彼女に言われた一言があって、はいはい、砂糖とかをやめてからすごい穏やかな人間になってよかった、うんうん、オーガニック最高みたいなフェーズが あったんですけど、はい、プラスアルファ僕は論理的思考っていうものを取り入れたがために、はい、彼女と話すとき喧嘩ではない話し合い、なんか意見の交換ぶつかり合い、まあ、どういう表現でもいいんですけど、なんていうんだ、自分の意見を話すときに、はい、僕の言葉が論理的思考すぎて、はい、彼女に話す言葉ではなくなってしまっていたっていうふうに後から言われたんですよ。わかる。あるよ。いや、もう会社の上司とか仕事の人と話をしてるみたいで、もう彼氏、ね、分かる分かる。それ言われた時に、なんか LINE とかも見返すと、うんうん、俺や結構入っちゃってたなって、そっからなんかなりますよね。うん、そっからぐちゃぐちゃになっちゃったんです。どっちに行けばいいんだろうっていうか。で最近はそのなんていうんだろう、彼女に対してはなるべく感情を優先するように接してはいるようにはいるんですけど、やっぱなんか物事を説明するときに、これってこうこうこうだからこうなるよね、でも他の人はこうこうこういうふうに取られちゃうから、そういう表現やめた方がいいよ、ね、なんかすごい堅苦しい説明になるんで、間違ってないんですけど、説明の内容は言葉のチョイスとか話の進め方がもうガチガチのロジカルシンキングの人になってるのがやっぱりちょっと抜けなくて、はい、うん、まあ最近はそのちょっと感情を取り入れるっていう練習、なんていうのか分かんない、まあでも今なんかそれです、うん、言ってもらえてすごい、うん、あ、そういうことですよね、うん、そうですそうです、彼女に論理的思考はやめてあげてください。そうですよね、そうですよね、たんで、いやもうやばいっすよ、僕の詰め方とかも本当に今信じられないようなもうリズムでやってたんで、あ、女性に対してもね、うん、あ僕もそれやっちゃってて、やっぱそうですよね、そうですそうです、それで詰めちゃうんですよね、逃げ道塞がって彼女逃げれなくなって、そうなんですよ、ロジカルシンキング入れるともう詰め切っちゃうってことをやっちゃうんで、よくないっす、そうですよね、いや、うん、よかったこれ僕の性格なのかと思ってましたこれ、うんうんうん、違います。多分これトレチューブ結構いるかもしれないですね、じゃあ、あ、そうなんですよね、この僕のこの生まれ変わったこの感じが僕は正だと思ってたんですよ、はい、正しい、うんうんうん、生きていく上でこれは正しいことだと思ってるから、はい、全面にロジカルを彼女に振りかざしてって、はい、彼女が結構なんかもう本当にストレスみたいになっちゃってたんですよ、うんうん、
みたいになったんですよ。論破論破。あ、そうそうそう。うわ、やっぱ。うん。うわ、僕だって最近、ちょっとそれは黒歴史に僕は認定してるんで、彼女と最近話すとき、ちょっと、みたいになっちゃったらごめんねとかって冗談交じりで話しますからね。やっぱりそうそう危険ですね。合理性要素なんで。合理性は、うん、だからトレチューが古今東西っていうのをかなり意識しようと思っていて、温故知新もそうなんですけど、だからトレチューブ一章はさっき言った日本人があまりにもそのロジカルっていうところを、さっきの陶器と労働の比率みたいなもんで、もう僕もそれにもうへきへきとしてたんですよ。言ったんじゃないですか。そう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 。っていう意味だったんですよね、やっぱトレチューブでのあの勢いって。なんで、なんかもうちょっとうまくやれるっしょっていうのを、多分そういう、なんか結構ドリブンな感じで自分もやってたんで、なんかこう、そう、だからその今さんが経験したそのプロセスを、僕も要するに踏んでるってことなんですよ。その事象は違ってます。うん、よかった。結構きつくなりますよね。うわーって。しんどいっすね。しんどかったです。今の今まで。しんどいと思います。絶対しんどいと思う。うん。うわー。いや、よかったですよ。ね、これ本当に。いや、ロジカルシンキング劇薬ですね、これ。劇薬です。そう、めちゃめちゃ、そう、そうなんですよ。なかった人が取り入れると、もうなんか、結構一旦最強感出るじゃないですか。なんかめちゃめちゃ最強感出てまして。うん。なんかね、すごかったですもんね。だからお仕事の方とかでも。そう、それでうわってなるんですけど、そう、それを自分の彼女とかまでにやり出すと結構末期っていうか、もう病む直前っていうか、もう自分がそうだったから、本当に。うん、いや、まさにまさに。どっかで無理が来ちゃうものなので、っていうのに自分も気づいたので、そうなんですよ。このあたりをうまくもっと、もうコミュニティ全体になるほどと落とせると、また強くなると思うんですよね。なぜなら日本人のコミュニティなんで、ほぼその。もちろん外国人の方もいるかもしれないですけど。うわー。うん、あー、よかった。淡々とって言葉やべえなと思って、老子の。僕もそうだったんですよ。ふわって感じが。ああ。よ、そんな思い詰めてたんだろう、俺、と思って。うん、今本当その気分ですよ。淡々とって、だからこう淡々とって言われて、ふわってなる人は、ちょっとだから、詰まっちゃって、入り込みすぎちゃってる人っていうことなんですかね。そうですね。もう合理性、もう追求マンみたいな、もう僕もそうなんですけど、うん、そうだったって感じですね、正しくは。そう。今、逆に遊びの部分を、遊びっていうのは、いわゆるバッファ的な意味の遊びっていう、その、遊びを意図的に持つようにして、これに論理性があるかとか合理的かとか考えない時間を意識的に設けたりして、あ、ここではロジックを使おうとかっていうのを意識して使い分けることによって、あのメンタルの負担がマジで減りました。いやー、すごい。最近全然寝れなくて。マジで？それは行き過ぎ。それはやばいですよ。本当に本当に寝れなくなっちゃってたんですよ。うんうんうん、それはいかん。それは僕もね、あの本当別の方に今回結構救ってもらった人がいて、その人はあの8年うつ経験したって言ってトレチューブで一回出した人なんですけど、君のサラリーマンの人、あの人に本当めっちゃいろいろ教えてもらって、僕も本当、いや、行くとこまで行くとこだったんですよ。本当に危なかったんですよ。それに気づけたんですよね、その人にいろいろ教えてもらって。この人こっからですよ、今一番きついと思ってるかもしれないですけどって言われた時にびっくりして、うわ、俺死ぬんかなと思ったんですけど、そこまで行っちゃうので、それらしいんですよ。その人も言ってたんですけど、その人も超論理思考。もうやばい。もうこの人めちゃくちゃ。もともとロジカル。で、僕もロジカル中だったわけだから、もうこの人はもう頭いいみたいな風で判断しちゃって、で、結構エグいジャーニーの後、今自分のスタイルやっと確立できたっていう感じなんですけど、あ、この方が教えてくれて、そう、合理性って突き詰めすぎると頭いかれるんですよって。本当やばいんですよって言われて、うわーと思って。うん。で、だからちょっと、それ寝れないとか、全然休むだし、あと本当淡々とやめちゃう。ちなみに一日一食になっちゃってるんですけど、食欲もない、うん、うん、あまりないかもしれない。お腹空いたなっていうのはあるんですけど、その前までのオーガニックだから栄養価が高いからの感覚じゃないっていうのが明確に分かる食欲のなさ。僕ももちろん責任を感じるっていうか、その なんだろう、そのもちろんそういうところを取り入れるっていうのがあったんで、たださっきの言葉がまさにだと思って、その劇薬ですねこれ。ああ、そうそうそう、劇薬薄めて使わないとダメですね、これ現役のままはダメですね。これちょっと何も気づかずにここまで
これが正解だと思って、うん、気づいたらどっぷりなってたんで、うん、でうつの初期症状とか言われるとなんかちょっと納得しちゃう部分があって、うわ危なかった、うん、なんか今すごいうわってこう今なんか厚着してたのをバーって着ぐるみバーってなんか脱いだなんかなんて言うんだろうこうっていうなんか放心状態っていうか、うん、危なかったっすね、危なかったっす、気づかせてくれて本当助かりました。いや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 、もうなんかすごくプロセスも理解できるので、当初っていうのはその戯曲っていうかまあそのロジカルがなくて入ったことで一定のその波動でいったらガーって上昇きたんですけど、やっぱ押し目って絶対 あるなっていうのも僕も一定その押し目っぽいものが今あると思うんですよ、そのメンタル的にも、うんうん、でそれをそのまま本当にロジカルロジカルってなってるとやばい人はそう言っちゃうっていうところで、いやめちゃめちゃなってました、ロジカルロジカル、何事もロジカルに変換しようとしてるんですよ、はい、車とか運転してもずっと頭考えてるんですよ、ぐる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 なんかを考えてるんですよ、うんうん、そうだから気とかっていうところをがバカにできないっていう感覚とかあんなんも完全に、うん、あのロジカルとは真逆の話なので、気とかエネルギーなんで、その気とかっていうのはオーガニックの食とかでもすごくいいんですけど、あのいわゆる瞑想とかそのメディテーションミュージックって呼ばれるものを聞きながら、本当僕はそういう瞑想とかヨガとかマジでバカにしてた人なんで、あのおすすめしたいんですよ、5分でもいいからそれやるだけでもあの全然変わるので、あ、うん、朝起きて5分でもいいです、本当にメディテーションミュージックってやるとその波動がいい音楽、うんうんうん、今のすごくいいと思います、あのそうなってる状態の人に特にで考えないでおこうとかって考えてる自体がそれ考えてるので、めっちゃわかる、これも僕も言われたことなんですよ、うわっと思ったんですけど、そうこの時間は考えないでおこうって考えてるそれがもう強く考えちゃってるっていう、うわ、うん、そうだわ、そうだよ、だから瞑想するときっていうのは、まあ、僕はその言葉で表現しちゃうとあの固定化しちゃうので、さんが思う瞑想っていうものを、そう、ただヒントはこの5分は考えないでおこうとかってしちゃうとそれがもう考えてるっていうことがヒント、うわ深いですよね、いや深いですよ、僕もだからそれトレーニングっていうか、だから祈りとか言い出してる、まあ、だんだんだからそう、その気づいては来てたんだけど落ちてなかったっていうところなだけであって、そうさん、こうやってくださいって僕がまた言語化しちゃうとそれはもうそれが限界というか、そういう風に固定化されちゃうっていう限界があるんですよ、やっぱあのロジカルって、確かに確かに確かに、だからカチカチになっちゃって、うわ今カッチカチも刺さるな、僕 もう、うん、自分でカチカチっていうか心がとかのカチカチの感覚がすごいありますね、うんうんうん、何かしらのそのロジカルな型にはめよう、うんうん、はめて考えようとする思考になっちゃってる、老子結構ぐさぐさ言ってきますよ、言葉にできてる時点で怪しいとかいう言葉もあって、老子の中で、うわあやばいですよねやばいですよね、うん、やばいですよ、めちゃくちゃ逆説なんですよ老子って、もう刺さりまくるんですよ、うわっと思って、要はやたらとその理屈で喋ったりとかっていうのが小賢しい、その要はなんか賢いとされる風潮があるんだけど、老子はそれを鼻で笑ってるんですようわっと思った本当に、うん、確かに言語化できる時点で、そうなんだ、確かに言語化しようしようって定量化にしなければフィルターを絶対かけてたので、はい、でも確かにその老子の言ってる通りかもしれないですね、だからその仕事で効率性をあの上げるとか全然いいと思うんですよ、ただその女性に対して例えばそこがカチカチの男ってどう考えてもモテないよなっていうかとか、もう普通に直感わかりますもんね、普通にわかります、うわー、うん、どんだけ金持っててもバッとさせるんですよ、それうわには、うん、痛えなって思いますよね自分のこと、いやそうっすよね、痛えっすよね、で彼女にそれで論詰めるって本当ダメですよマジでやっぱダメですよね、ダメなんだよ、いやよかったこれ分かってくれる人いていや僕も今同じ、本当分かってくれる人が大内さんでよかったっすマジでまさかの展開すぎますけど、でもそういうことがなんですよ僕も最近こうなんか小野内さん歯切れ悪いなっていう、その歯切れの悪さですら大事にしていて、老子って言葉っていうのはその出てきちゃうものであって、んなペチャクチャ喋るもんじゃねえよって言ってるんですよね老子、うわまさにそれでしたよ僕は、
だから僕はライブ配信でも質問投げかけられて、すごい考えて、この出てきちゃう言葉っていうのをすごい今意識してます。賢そうに喋るとか、あ、それはこうでこうでこうですよ、だからなぜならこうでっていうのは得意じゃないですか、ね、うん、で一定賢そうに見えるし、そうなんですけど、でそういうのがあのだ振り子ってそういう意味です。それが突き詰みすぎた結果が結局企業のそのもう株主株主株主ってなってるとか、うん、もう金金金主義ですよね。うんうんうん、うん、フラクタルで言うと、だ個人レベルでそうなってるし、結局企業もそう、それがその近代西洋思想が極まりまくっていて、そこの振り子が戻るところだから、ここから東洋思想とかそのイースタンソーツ、東洋思想東洋哲学を取り入れることの優位性って今後あるなって思ってるんですよ。日本のメンタル不調者がこんなに多かったり、自殺とかもこれ結構あるなと思って、これ一旦原因日本人の体質に合わないのに、その要は外資がガン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 入ってきて、会社がどんどん外資、要はもう人間コストとか、なんかそういう要はもう合理をもう突き詰めたものがどんどん、うん、日本ってもともとそれこそ僕とかさんが生まれる前のその高度成長期っていうのはご相談方式っていうのがあって、うん、要は落ちこぼれを出さないみたいな感じの持ち合いっていう話もライブでしましたけど、日本のそう特有の、 あのいい制度っていうのが全部西洋の外資のあれで解消されちゃったんですよ。で僕らはそもそもそういうのが合わないのに、なんかこう何の事前知識もないまま夜明けさせられて、いきなりこう西洋のものを口に入れられてるっていう感じ、これが結構日本人のその弱体化に結構関連してる、いろんなもちろん複合的なあるでしょうけど、大きなあの側面としてあるなと思って、それのミクロっていうか、もう個人の今話だと思うんですよ、うん、僕との、うん、この経験をした人じゃないと多分分かんないかもしれないけど、そうなんですよ、そうなんですよやっぱ一回の劇薬飲むことっていうのはあるんですけど、この副作用を経験するとそうもしあれだったら、そのKindle のアンリミテッドとかでも全然あるんで、そのなんか老子のその、うん、言葉跳躍されてるやつとかをパラパラでいいです。どっちみち彼言ってること全然論理的じゃないんで、すごい好かれますよ、うん、やっぱ古典ですわ。その資本論に関してもそうなんですけど、リベラルアーツって言われているぐらい、その2500年とかのその歴史に耐えてるっていうのはやっぱバカにしちゃダメだなと思って。そんなん今週のベストセラーとかっていうレベルじゃないわけじゃないですか。あ、確かに言ったら2500年なんですよ、うん、本当に思いました。だからやっぱ古典ってバカにしちゃダメだと思って。資本論もいいんですけど、資本論は西洋のあれなんで、うん、それだけ読んでると、うん、だからあのマサルさんの言う、だから西洋読んでるときは同時に東洋の古典も読むといいですの意味がやっと分かったというか、まあ、それだけじゃないですけど、なりにはそう解釈したというか、なんか東洋ってなんか芋臭いから読む気にならないんだよなみたいな感じもあったんですよ。そのマサルさんの文章を読んだときも、なんか古事記って言われてもなんか資本論の方がかっこいいなとか、あ結構しょうもない理由なんですけど、うん、今日出てきた中でもなんか少しずつでいい、もうこれをまたね無理しすぎると今あれなんで、多分今ちょっとダメージ来てると思うんで、メンタルの方が、うん、うん、なんか今パッとこう気づかれっていうんですかね、解き放たれはしましたけど、はいはいはい、すごい気づかれっていうのが表現があってるのか分かんないですけど、なんて言うんだろう、はい、でもなんかその東洋思想とか古典とか老子とか、はい、そのぐるぐるの中にいた僕からすると、なんか糸口が、ほどける糸口が見えた気がして、はい、それも心の救いになったっすね。あとヨガとかメディテーションミュージック、はい、あちょっと、はい、うん、いやすごいっすね、やっぱ大野さんすごいわ。いや僕としても驚いてますよ、大野さんが言うこと一言一言がもうしっくりきすぎて、やっぱそうなるよねごめんって感じ正直今東洋思想とかも知らずになんかいろいろ語っててごめんって思っちゃったんですよ。それで崩れたんですよ。確かにバーって前の動画見て今、はい、ライブ見たら別人ってなりますよね、小野内さん全然勢い違うっていうか、もうあれ仏になってるみたいな、うん、それぐらい違うっすもんね。でも俺今の日本人って、はい、僕みたいに多分一回ズボってこうならないと、東洋思想のありがたさというか必要さというか、だから必要なんだよっていうのが、でも、そうですね、そうかもしれない。ここまで、まあちょっと怖いですけど、僕は運よく今こうやって救えて、また救ってもらったから、いや今の現代人が今の小野内さんからスタートした時に、そのマインドセットっていうか、こういう振り幅があって、
あるからここを取らないといけないよっていうのがおそらくわからないのかなっていうのを思っちゃったり、ね、いやもう本当その通りだと思います、うん、ここが今だからトレチューブの次見えてきたとこです。このメッセージをどうやって伝えていこうって。確かにこれはまた試行錯誤しがいがあるかもしれないですね。そうですねって思ってます。はい、だからこんななんかメンタル不調者が多いんだとか、うんうんうん、結構さんだけじゃなくてやっぱ崩れてる方はいるので中にも。僕に関しては気づいてないですからね。はいはい、それが一番末期ですよね。うん、うつ病かも、なんかそういうすぐなんて逃げるのが僕は悪でダメだみたいな風に思っちゃってる部分もあるんで、なんかそのうつとかに逃げちゃダメだ、うつとかっていうなんかそういうのに逃げたくないっていうのももともとあったんで、でも今そうやって言ってもらえて素直に、小野内さんの言葉だったら素直に受け入れられる、はい、だから今言ってもらえてめっちゃ救われたというか、うん、浄化されたというか解毒された感じ。いや嬉しいそれは。だから劇薬を入れてから解毒までが多分ワンフェーズかもしれないですね。そうですね、そう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 、このタームを逃げずにやりきるっていうのは、うん、だから結構ハードルが高いからその価値って高くなるし、参入商品もあると思うんで、うん、これ僕もね、今本当今日さんと話してる今日の今の僕のあれだと結構これ知ってるのと知ってないの人生レベルでマジで違うなって、本当精神病んでた可能性全然あるんで僕、いやで3年復帰できないとか、それこそその人みたいに8年復帰できないとか、うん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 、8年ですよ、うつやばいっすね。闇、それ自分が経験したってことめちゃめちゃ長いっすよね、だって。うん、いやもう僕本当本当に頭上がんなくてマジで感謝なんですよね。そうで、うわやばいやばいと思って今目の前に同じ症状になってる人がいたと思って。でも、うん、僕は全然そんな気なくて普通になんか自分の症状を話しただけで、こんな、だからまずいんですよ。そのままは、うん、その自覚ないまま寝れてないとか食べれてないとかも蝕んでるんで、体どっかで来るんですよ。例えば僕みたいにもうバーンとか来るとか、いや、いいですよ。本当ね、老子ね、読んでみてください。何にも難しくないんで。言ってること逆説だから、あれなんですけど、難しくないっていうのは、要は全くロジカルじゃないから、もう、不思議に読めますよ。それこそ、多分、脳が開発されたりもなんかしそうだし。わかりました。感じですかね。彼女にごめんなって言ってあげてください。もう、僕もそんな感じで。今すぐにでも、謝りたいっすよね。抱きしめて、抱きしめてごめんって言いたいっすね。そう。っていうレベルです、うん。恥ずかしくなっちゃうやつです。うん、恥ずかしいっす、今。めちゃめちゃ恥ずかしい。恋人に対して、小野内さんもやっぱそうだったのかっていうのが、やっぱ一番、うん、そうですよ。僕だけじゃなかったっていうのが、すごい救われたっすね。もうね、うん。いや、もうこうやって成長していくしかないですもんね。うん、そうですね、うんうん、だからやっぱやってみるからそういうのが分かるんだよって、それを怖がってたらやっぱダメだと思って、うん、危険だけど、うん、登竜門だと思いますね今の日本人は。そうでしょうね、うん、そうだと思う。また僕もフェーズが変わる気がする、うん、なんか楽しみです、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。